る？あなたのそういう努力を重ねられるところ、素直に尊敬するよ。幸せな夢だなって思ったら、夢じゃなかった。本当にあなたが隣にいてくれた。任務達成！ご褒美が待ってるみたいだよ。なかなかやるじゃない。でもあなたならもっとできるんじゃない？金木犀ってあなたにぴったり。だってすごくいい匂いがするもの、あの花。髪が長いと寝るときは少し大変よね。あなたはいつもどうしてるの？これでいつでも私をお嫁さんにしていいんだからね。そうすればいつも一緒。金木犀ってあなたにぴったり。だってすごくいい匂いがするもの、あの花。湖の上に薄く氷が張ってる。どれだけ寒いのよ今日は。あなたには最強って言葉がぴったりだね。今度は私が追いかけるから。あのね、もうずっとずっと心配してたんだからね。お前こそ人界を救う騎士でしょう。私も力を及ばずながら助力いたします。まあまあね。でもこの程度じゃないでしょ。夜は人のいろんな面が見られるよね。綺麗なところも汚いところも。今日はいい天気ね。そうだ、キリマイとアマヨリたちに魚食べさせてあげようか。電子機器があればそこで情報を集めてこられるのですが。もうねえ、たまには一緒に稽古やろうよ。やってみたら楽しいよ。はあ、まだ起きてたの？眠れないなら、ミキが添い寝してあげるの。ずいぶん成長したよね。一度手合わせしてみる？静かね。ずっとこうならどんなに素晴らしいことか。月曜日は大変だけど、憂鬱だって思うと余計辛いから元気出すことにしてるの。こんな寒い日は誰かと一緒にいたいんだ。
待ってたぜ。いや、待ってたぜ。まだ起きてたの？もしかして私に会いたかった？なかなかやるじゃない。でもあなたならもっとできるんじゃない？